回ですけども、アルビレックス新潟対名古屋グランパス8の試合を見に、国立競技場まで、来てます。今ね千駄ヶ谷駅にいるんですけれども、いよいよね国立決戦ということで、今季初の連勝がかかる試合になってます。はい、なんとしてもね、勝ちたいし、アルビはですね、国立競技場での勝利が未だないというふうなところがあるので、なんとしても勝ちたいというふうなところですね。今日はね、視聴者さんと一緒に見に行くんですけど、国立競技場駅集合なんで、今ね千駄ヶ谷駅にいるんですが、ちょっと駅まで向かいたいと思います。アルビサポもういっぱいいます。はい、もうね結構まだね、今3時55分ぐらいなんで、キックオフ3時間前ですか、ですけど結構人は多いです。はい、はい、国立競技場着きました。すごい、今年結構来てるけど、改めてアルビユニフォームばっかりだとちょっとある意味では違和感もありながら楽しみですね。はい、すごい、めちゃめちゃ人います。名古屋対新潟って別に東京に拠点があるチームじゃないですけど、結構います。てかかなり人は多い。どんぐらい入るんですかね。いや今日のチケット5万人行くんですか。やば、すごい、ビッグスワン超えるじゃないですか収容人数的には。え、すごい、めちゃめちゃ人いるわ。めちゃめちゃ人いる。名古屋サポめちゃ多いですね、思いのほか。生ビール一つお願いします。ペイペイ使います。お世話になります。よし、うまっ、ちょうどいいっすわ、日陰だから。日陰だから、ほんとに日向だともう、暑さが勝っちゃうからちょうどいいわ。いや、ここで勝って湘南も勝ったらでかいっすけどね。で、川崎に天皇杯で勝てば決勝見えてくるんだよ。いや、マジ見えてくる。なんなら優勝も見えてくるんだよ。だって川崎倒して福岡から湘南倒して、どうせ神戸でしょっていう感じなんで。おお、なんかもらった。なんかもらいました。入ってきましたね、新国立競技場。いいよね雰囲気がね、めちゃめちゃ。はい、入ってきました。めちゃめちゃいいね。いや、てか国立のこの近さの席は俺初かもしんない。嬉しい。なんか多分大分浦和の天皇杯決勝かな、いつしかのそん時ぶりぐらい。だってこれ7列でも実質3、4、5、6、7、1、2、3、4、5列目だわ。トークションやってますね。はい、これ一番今日若いですね。はい、よろしくお願いします。はい、さあそれでは4人目参りましょうか。トヨタガズーレーシングドライバー兼、そしてウェッグチームの代表を務めてます小林亀井さん、どうぞ。あ、小林亀井だって。お邪魔します。小林亀井だって。先からの振りが最年少とか、ね、ユニフォーム、僕ユニフォームでもなければ最年長っていう逆パターンの話。小林亀井です。よろしくお願いします。すごい。あ、煽ってんの。ああ。いや、人多いよな、やっぱ。もう。すごい、一番怖
覚えててんじゃない。すごい。いや
今やろう。神ユニですね。勝ったのか。いいですね、小島。行け！わあ！いいよいいよね。はい、というわけで試合終わりまして、まあ 1-0 で負けですね。もうこれは完敗というか、まあ名古屋の強度と質がその上回ったというか、まあ新潟は崩せなかったというふうな試合でしたね。だからああいうもっと頭と動いて、頭使って動いてスペース見つけて揺さぶって崩してっていうのをもっと高い質でやんなきゃいけないっていうことが、まあ改めて、ということですね。そう、やっぱり、いやきついっすねいやきついっすわ、負け試合だから。いや湘南には勝ってくれいやまたここでね勝ってくれたら僕は今年の現地観戦イーブンになったんですよ。そうまたまた勝てない、連勝できない、連勝できない、厳しいな。はい、というわけで、まあ、もう帰りもすごいですね。今今日5万7000人来たらしいですよ。すごいですよね。まあ、名古屋も新潟もね、両チームねサポーターめちゃめちゃ来てて、すごかったですけど、まあ、試合自体はもう本当に名古屋の、まあ、強度と質がやっぱ高かったかなっていうふうに思いましたね。でもどうも崩せない。そう、いやー崩せない。でやっぱりこうなんかちょっと術中にはまってるというか、まあ、ボール持たされその肝心なところにボールが入ったらもうすごい強度で跳ね返すっていう、ああいう、まあ、だからまあ名古屋はねやっぱ質高いからできますけど、やっぱああいうのをああいう今日の名古屋みたいな相手、をに対して上回っていくっていうことがやっぱ非常に、まあ、これからの課題というか、まあ、J1 で戦っていく、まあ、今日負けたのでまた連勝逃したわけですけども、ねえ、そうだ、神戸とかその辺のさ、神戸とか名古屋とか浦和とかさ、あの辺のやっぱ強度高めのブロック恣意的のっていう感じのチームにはやっぱりなかなかね苦戦しますね。もう選手のね頑張りはね全然あるのよ。あの鹿島戦みたいにねもうそもそもやる気がないみたいな、もうその、勝負をするメンタルにないみたいな、そういう状況ではない。全然みんな走ってるし、なんなら今日小見選手とかすごいね、町田戦の勢いそのままにすごいコンディション良さそうだったし、そうここで見たらあれだったっすけど、もうちょい早めに選手交代してたら変わってたかなとか、まあいろいろ思ったりもしますけど、まあ、こればっかりやってみなきゃ分かんないし、あとは気になるのは最終盤に太田選手がね怪我で、退場して、ね、もう交代枠も使ってたから10人で戦うっていうような場面ありましたけど、
太田選手また離脱ってなるとまた痛いですね。そうなるとまあ次、まあ、やっぱ谷口選手またサイドにコンバートするのか、長倉選手入ったからね、まあ、あとは今日も鈴木選手もかなり削られてたんですけど、なか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 うまくいかない。でもね、今日太田選手が今季、ね、いつぐらいに全治どれぐらいなのか次第ですけど、まあ、アクシデントですよね。イレギュラーがあればウィンドウがあるうちはっていう風なのは寺川さん言ってますから、急いで補強した方がいいんじゃないですかね、とは個人的に思いますけど、まあ、太田選手の状態は非常に気になるなという風なところですね。いやでも名古屋強かったな。もうどうすればいいの状態でしたからね、マジで。どうすれば点が取れるのか、あと小島選手のね PK ストップはかなり湧きましたけどね。あれは相当盛り上がったっていうか、めっちゃ湧いたっていうか、すごかったっすね。小島選手は一応名古屋のアカデミー出身なんで、まあ、フルス相手に、まあ、かなりいいプレーしてたかなというふうに思いますし、結構際どいシュートもねギリギリ触って弾きか、シュートコース変えるみたいなのもあったし、すごいねすごかったです小島選手は。だからやっぱり1点目っていうか失点シーンの簡単にサイドを崩されてハーフスペース侵入されて折り返されてズドンみたいな、あれちょっともったいなかったなっていう。でも試合通してみたら名古屋が 3-0、4-0で勝っててもおかしくない、試合だったかなとも思うので、課題が山積みですね。はい、すごい人。